つ今日はね高橋由紀さんにですねゲストで来ていただいてます、はい、高橋さんといえばですね、うん、今話題の勝田容疑者、うん、あ、はい、文通相手として知られているといったらですけども、そう、いや、もう犯罪告白を受けてたんですよね。そうなんですよ。で、今いろんな事件をやってるってことを本人が告白して、まあ結構ニュースになってるんですけど、あれもこれもって出てきてるやつですよね。そう、もうすでに打ち明けられてたんですね。そうです、そうです。夏に。そう、夏に。手紙で打ち明けられたんですよね、だからね。すごっ。スクープだったんですね。あれはでも書くのは待てとかそういうのもあったんですか、そういうのは。これは何も言われてなかったんですけど、うん、はい、当時手紙送ってきた時は服役中で、はい、それは、2004年に岡山県津山市で、うん、起こした、女児殺害事件で、うん、無期懲役の判決を受けて服役してたんです、ね、うん、はい、で最初は認めてたんですけど、うん、途中から自分はやってない、うん、犯人じゃないってずっと言ってたんですね、うん、で確定してもずっと言ってたんですよ、うん、でそんな彼が、うん、急に突然自分がやりましたって言ってきたから、正直最初は信じられないじゃないですか。確かにね。うわ、こんな手紙もらったとか言って、私がそれすぐなんか写真撮って SNS にアップするのもできましたけど、これが嘘だったら、確かにね、大変なことですよね。なんかご遺族にも申し訳ないし、ちょっとやだなと思って、彼が本当に逮捕されるまでこれは待ってた方がいいなっていうふうに。なるほど。高橋さん判断でってことなんですね。うん、なるほど。誰にも言ってなかったです。そうですね。だから確か再逮捕みたいなニュースが出た後にって感じですかね。あ、そうです、世間に出てきたのが高橋さん実は告白を受けてたと。そうです。そもそも手紙というのはいろんな人に出してるんですか。気になった事件の、うん、容疑者、うん、被告人とかには送ることはまあまあありますね。すごいですよね。いわゆるもう地道な取材、成果にならない時もあるわけですよね。そうですね。返事来ない時もありますし、取材は嫌だけど文通はいいよっていう方もやっぱいるんですよ。刑務所の中の暮らしとか割とそういう感じのことを聞いたりする。じゃあそんなに直接的にガリガリじゃなく、いろんなよもやま話から入っていくっていう感じなんですね。そうですね。そういう方ももう半分ぐらいそういう方は。いや、これ前もちょっとロフトで話したんですけど、僕があるですね、その容疑者を捕まえて、はい、ずっと独占インタビューを撮ってたんですよ。そしたらある日ですね、高橋由紀さん、高橋さん知ってますかって言われて、いや、もう知ってますよ。彼女インタビュー受けたいのか、インタビューとか、まあ、記事作りたい、いいんですかって、ふざけんなよってなってるわけよ。地方に行ってずっと毎日設計してたんですけど、どんな手紙書いてんだよ、みたいな。会ったこともないはずですよ、当時。そう。僕は、まあ、たまたまそれって人脈あって行ったんですけど、はい、あ、いろんな人にこうやってお手紙を出してるんだなっていうのは、うん、結構衝撃を受けたんですよ。いや、でもそれで心をつかむ、うん、そうわけですよね、手紙で。目の前にいるんですよ、僕が。ね、毎日来てるんですよ、会いに。それよりこっちが。受けたいとか言って、ふざけんなやったら偉かったんですけど。だからただ単に出してるわけじゃなくて、そこはなんかこう、相手が反応するような工夫があるわけですよね、うん、きっとね。というよりは、なんか自分がこれを知りたいみたいなのがある人に、うんうんうん、送っているので、なるほど。これのここを教えてくれみたいな感じで、うん、割と、いうことが多いんですよ。暑苦しいのかもしれませんね。でもやっぱりそれで心を動かされる人はこういう文通になっていくってことなんですよね。はい、うん、そうだと思います、うん、ただ勝田容疑者に関しては、うんうん、必ずしもそんな感じは自分的にしなかったから、うん、そのすごく不思議な感じですけどね。一応多分いろんな記者も接見なりなんなりはしてたって感じなんですか、勝田さん自体は。勝田さんって、うんうん、そもそもその津山の件で逮捕された2018年も服役してたんですよ、うん、別の殺人未遂で。だからもう面会は全然家族以外できなくて、基本文通 でなるんですけど、私が文通始めた2021年当初からは、うん、テレビ局とかの記者さんと文通してますって言っていて、でそれ以降は聞いてなかったんですけど、うん、逮捕以降にどんどんいろんな局の方がこう文通してましたみたいな報道が出たから、うん、あ、こんなにいっぱいの人と文通してたんだって、後から知ったんですよ。
でもその犯罪告白は高橋さんだけですかね。私もそれも分かんなくて、うん、現代では見る限りはそんな感じですよね。 そんな感じですよね、うん、まあ、それも分かんないというか、 なんでっていうなんでだからなんか選んだのかもしれないですよね、うん、この人にだったら言っちゃおうかなみたいな、うん、なんでなんでしょうね。勝田さんとものすごく心が通じているとか、うん、彼が心許してくれてるとか、うん、あんまり感じたことがなかったので。そうなんですね。そうだからすごくびっくり不思議っていう感じでした。つけびの村にもその、ね、手紙の字があったりとかして、ね、はい、なんかこの2つの事件でやっぱ独特の、ね、字を書かれるんですよね、はい、その犯人の人たちがね。結構個性強いですよね。強いですよね、うん、でこっちはまああの結構大きめの変わった字で、勝田氏はなんか色が違うんですよ ね、 そうですね、手紙と使い分けてペンを。あれはどういう意味があるんですか。わかんないですね。黒はまあ基本使うんですけど、はいはい、青と赤 もすごく使い分けて、はいはい、で時々そのアンダーラインが引かれてたりとかするんですよね、はい、でその使い分け方も全然私にはわからないっていうか、なんでここで赤使うんだろうと思う。高橋さんがアンダーライン引いて送ってるわけじゃないんですよね。ないです、全然ないですよ。そんな、そんな、ああいう、うん、癖ある手紙の方って いますよね、きっとね、他にも。まあいますよね、うんうんうん、榊原事件とかもまあ変わった字では。そうですね、そうですね、こんな言い方しても難しいですけど、ちょっと理解しがたい人たちとそういう交流したり取材したり文通っていうのは、はい、精神的な負担になったりする部分ってはないんですか。すごいよく聞かれるんですけど、うんうんうん、あんまり感じてないところはありますね。それよりもどう返事したらいいかなって、そればっかり考えてるところがあるかな。本人がやり取りしてる中で話したくないことがあるとは思うんで、ね、うん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 、それを話してくれるようになるといいなっていうのが自分が思いながらやってるから、普通の時はあんまりそこは考えてない感じ。それよりも彼らはもうすごい割と長期の経緯になって中にいるから安心ですけど、割と短い系で出てくるとか、うんうんうん、そういう人たちの方が自分はすごい怖いなって、まあ、そうですよね。そうですよね、確かに、はい、中にはその仲違いするような人もいたりするんですか。文通してたけど後で仲違いしちゃうとか。あ、うん、そうですね、うんうん、そういたりします。それで、うん、例えば記事にしたらその内容が気に入らないとか、うん、そういうことはありますね。お母さんはもともとあれ傍聴とかのマニアから、そうですね、キャリアをスタートされてるんですよね。カスミッククラブっていうところで、そうですね、今もそうです、そうです。事件みたいなのがやっぱずっと好きだったってことなんだ。そうですね、事件みたいなの好きで、それで全然別の仕事してたんですけど、うん、素病になって休職退職になったから、うん、東京に、うん、あのいるはいるけど、うん、時間だけができてしまったっていう時期があったんですよ、うん、はい、仕事中に全然できてなかったとか、うん、殺人事件のノンフィクションとか、うん、読みまくったんですよ、うん、で、じゃあ元々好きは好きだったんですね。そうですね、うん、でも読むだけじゃ飽き足らなくなって、うん、それだったら本当に彼らが喋ってるのをちょっと見に行こうみたいな感じになって、うん、それで行ったのが始まりですね、うん、そっから僕らが記者始めたぐらいにカスミッコクラブっていうかな、いろんなところに名前を見るそうなんですか。僕は2003年、え、何年ぐらいですか、活動を始めたのか。2005年とかですね。そうそう、2002年とか3年ぐらいなんで。人が成人するぐらい。裁判傍聴したらこんないろんな話が消えるんだってのは、多分そこでちょっと認知されるようになったような気がしますよね。あ、そうなんですね。今度はじゃあもうそこから実際に、現場に行ってみようとか、そういう感じにもなってきてるわけですね。そうですね。途中でその週刊誌に拾ってもらって、記者とかをやってる中でいろんな取材をさせてもらって、そこからが多いですね。今あれですよね、札幌の、あの首切りのやつも行かれてますよね、定期的に。行ってます、行ってます。あれはどうですか、行ってみて。なかなかあれも凄惨な事件ですよね。そうですね。うん、もう、特にあの娘さんが、もともと残虐なコンデンスとか、そういうシリアルキラーの好きだったりとかしたところがあるのかなっていう。雰囲気があるので、うんうん、被害者に対しても結構残虐なことをしていて、うん、それを聞くのが結構きついなっていう感じがしますね。で、両親がどれだけそれを知ってたかっていうのが、うん、裁判の争点になっていて、うんうん、そこがいまいち両親からは語られてなくって、自分たちは知らなかったっていうようなスタンスではいるんですけど、うんうん、実際のところはどうなったのかなっていうのが気になるところですね。勝田氏も制服が血に染まるのが見たいみたいな、そういう残虐主義じゃないですか、はいはいはい、あるわけですよね、はい、なんかこれちょっと理解がしがたい思考になっていく過程がどこまで解き明かされるのかっていうのが多分ね、うん、まあ、あの、まあ部外者としてはちょっとね気になるってやつ、うん、そういうところですよね。うん、
どこから始まったのかっていうのがやっぱすごい気になっちゃいますね。そうしたらいじめが原因とか、本人はそうやって言ってるけど、まあでも本当にそうなのかっていうのね、ありますよね。その始めっていうのは結構5万っているわけですからね。そうですね。事件以外の興味がないって感じなんですか。私ですか。はい、あ、何取材の分野。取材の分野。いや、もちろん。日本事件しかのことばかりですね。すみません。やばい人みたいな感じになって。いや事件って大変じゃないですか、一番。うんうん、そうですね、うん、だからゼロからのスタートなんですよ、やっぱり。それはね、やっぱりずっとこうやって掘り起こされてるっていうのはなんかちょっと僕らもね、うん、毎回頑張ろうぜ、もうちょっと今回も頑張ろうちゃんとやろうぜっていうね気がしちゃうんですけどね。高橋さん、ゲスト、はい、またぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこのチャンネルがいいと思いましたら、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。はい、はい、スケベナンバーも今絶賛発売中ですので、はい、よろしくお願いします。